さあ始まりましたストリートファイターリーグウォームアップ、 MC の R です、よろしくお願いいたします。はい、そして解説の七井です、よろしくお願いいたします。はい、本日はハメコさんは体調不良のためお休みとさせていただきまして、七井さんに来ていただきました。はい、先週の金曜日、はい、2回目ですね。2回目ですね。はい、よろしくお願いします。今日はもう乗っ取りが成功するかもしれません、ね、はい、来るか無駄に気合が入ってるということで、本日はですね第6節 D1 マッチ1シノビズムゲーミング対 V6 プラスファブゲーミングとマッチ2最春カンソル熊本対コミファデトネーション、以上の2試合が行われます。本節の開始は20時頃を予定しておりますが、それまでのお時間はですね、初心者の方でもストリートファイターリーグをより一層楽しめるような情報をお届けする20分間となっております。ということで、はい、今日もね、いろんな情報をお届けしていきたいと思うわけですが、うん、我々今日いるのはですね、まずはマッチ1のホーム側、シノビズムゲーミングのスタジアム、シノビズムゲーミングスタジアム、こちらにいるわけですよ。おー、うん、これ変わるのいいっすよね、毎回ね。うん、まあ、なんかゆくゆくはリアルでもね、こういうスタジアムができてきたら面白いかな。そうですね、ホームアウェイでやれたら暑いっすよね、うん、かなり暑い。我々はもういつもどこかに飛んでいるみたいなねそれはそれで全然そんな未来も悪くない、楽しみですね、うん、楽しみたいです。はい、さあそれではお待ちかね、最初のコーナーに参りましょう。ナライズチョイス、ついについにこのロゴまでも変わってしまった。このコーナーはいただいたぜハメコ継承略はいはい、はい、ということでね、はめこさんに代わりまして、はい、まあ、今日は注目のカードでしたり、うん、まあ、はめこさんが選んだ試合の魅力、はめこさんが選んだ試合の、はめこさんいないよ、あれ、そんなやつチョイスなのに、7位しかいねえここには。7位が魅力やすごさを詳しくお伝えさせていただきます、はい、いただきます、はい、はい、ということで本日お届けするのはこちら、SF リーグ徹底解剖その6、はい、ということでございますが、何をしますか本日はですね、うん、因縁がある選手がいるようなので、お、はい、まあ、いろいろありましたが、いろいろね、なんか前にもこんな話した覚えがあるんですけど、はいはいはい、まあ、因縁のお二人、まあ、その中から今日もえりすぐりのやつを、はい、お二人ですね、格闘ゲームシーンの黎明期から活躍して、うん、このお二方、はいはい、誰だ、はい、もう皆さん察していたんじゃないでしょうか、最春カンソル熊本ネモ選手、そしてコミファデトネーション板橋ザンギフ選手と、おお、もう因縁って言った時点で多分 ね、 そうだね、コメント欄にはおそらく名前がバーッと流れてたんじゃないかなというところです。陰影のコントラストがすごいんだがこの写真もうね、命を取り合いそうなそうだね、劇場版な感じしますね、はい、ありますが、はい、まあ、こちらのですね、うん、因縁が浮き彫りになった映像があるということですので、こちらをご覧ください。まあ、確かに歴史がね、はい、ありますんで、これね、お互いの表情にも注目だと、はいはい、2017、ね、顔面はぜひ、はい、もうね、これはさあ本当にですね、有名な舞台で、うん、まあ、1年の総決算カプコンカップでの日本人対決、はいはい、そうですね、例に始まり、ダメ出しにこだわらず、いつでもタックルを押し込めるような、懐かしい、シーズン2とかですね、シーズン2のユリアンといえば、はい、まあ、なかなか超強豪でございました、お茶目なキャラクターでしたが、はい、はい、さあどうなる、この後ですよ、ここです、お、立ち上がった、ここからの流れですよ、礼に始まり、いや嬉しそうですねこれですねうん、あれおかしいなしっかり握手するね、はい、あね、あんなに笑顔なね、ネモ選手そうそう見ない、まあ、ここ1年でね、このストリートファイターのシーンを知った方とかはね、はい、もう2017年の出来事ですから、はい、あんなことがあったのか、なかなかね、もうかなり前になりますよね、味わい深いですね、はい、まあ、非常にね、この人によっては、はい、度を超えた煽りと捉えられるようなね、パフォーマンスが、まあ、行われているわけなんですが、注意書きであの訓練を受けた、特殊な訓練を受けておりますっていうところで、そうですね、ちゃんと信頼関係あってのことですから、長年の付き合いがあってのというのがあるんですが、はい、です、まあ、この2人の、うん、まあ、因縁の原因、まあ、元々ネモ選手が投げキャラが、まあ、嫌い、まあ、公言してますから、はい、そこはいいんじゃないですか、言い切って、はい、まあ、ズバズバと、うん、まあ、投げキャラに対して、ね、まあ、そもそもネモはあの結構ね、思ったことをしっかり言うけど、うん、まあ、その説得力があるというか、本人自分にもすごく厳しいから、まあ、ネモさんが言うならみたいな感じでみんな思うところで、はい、この投げキャラに対してはひときわ強めのね、そして言葉を使うと、もう投げキャラのスペシャリストとされている板橋さんぎふ選手との、うん、はい、ね、まあ、因縁がね、まあ、長らく続いている、長らくね、まあ、Z は Z でですね、これ板橋ザンギエフの Z なんですけど、はい、
割と受け流しが上手なんで、何を言われてもまあまあまあみたいな、ニコニコみたいなところがあるんで、やっぱこのね、なんていうんですかね、すごいスポンジみたいに吸収しちゃったんだよね、いろんな言葉をね、和らげてますよね雰囲気を。ただ試合で当たった時はやっぱりね、そうはいかんよと、はい、いうところで結構熱い組み合わせになる、はい、なんかお二人の共通点っていう、あの話題に移るようなんですけど、共通ナナイズチョイスじゃないんかい、共通点の話をしたら、はいはい、共通点って言われそうで怖いんですよ。確かに今ネモさんのなある某直樹さんの顔面が浮かびました。共通点俺とあいつの共通点みたいなね、まあ、うん、まあ、かなりストイックなね、はい、ところだったり、まあ、読み合いの強さだったりとか、はい、まあ、強く当たりに行くところとかは、ね、共通点でいいんじゃないかなというところなんですが、プロ意識と、プロ意識の高さ、そうですね、社会人ゲーマーだった時期も、まあ、お二人ともありましたから、そうですね、そういったところのプロ意識ってところも共通しているのかな、うん、まあ言ったら社会性も高めの二人ですね。あの番外戦もプロ意識から来るの、そうですね、味方によって、味方によっては、あ、もう一回じゃあ見てみます。あの別の映像もあるんで、別の証拠映像、はい、はい、じゃあこちら果たしてこれがプロ意識から来るものなのかどうかっていうのを皆さんの目でですね、はい、見ていただいて、ぜひともね、見ていただければ、はい、お願いします。先方メモ、昨年の SFL ですね、はい、2020、まあ、やりたくないんですけど。はい、板橋、板橋ジャンゲーズで、行こう行こう、いいよ。目が全然笑ってないのがこれリアリティだね。狙う、狙う、メモが狙う。伊藤としては一発側にしないとクリアがないんですよね。そこでダッシュを通してきた。県内持ち込むぞ。これは一発目、流れはもう予想されますが、やな感じですね。この後です。力で打ち砕いたネモ、はい、お見事。何か汁が出てますね、右の人はね、はい、頭からね。ポイントはですね、はい、やっぱり右の方は、はい、あの勝ったから、うん、まあ、やっぱ勝った側パフォーマンスをしないといけない、まあ、プロ意識ですよね、それは、まあ、これはね、歴とした、これ、うん、まあ、問題はですよ、問題はもう一方です、もう一方、はい、この後ちょっと見つけど、左の人、もう一方は、はい、これナチュラルそうですね、ドキュメンタリーな顔してますよね、はい、普段はできない顔、右の人は、ね、これプロ意識すごい感じで、これプロ意識、はいはい、それだけこのマッチには、はい、あの、まあ、浅からぬ ね、 そうですね、何かしらが、まあ確かに、まあ、渦巻いているのかなと。そうですね、はい、もちろんプロ意識も込みなんですけど、それだけじゃない何かが ね、 そうですね、あの感じられるという因縁、はいはい、まあ、そんな、はい、お二人が所属する最瞬間ソルカナモト、うん、そしてコミファデトネーションの試合がですね、うん、本日あるありますね。直接対決はどうかなというところがあるんですが、まあ率いているチーム同士の激突ありますから、 そちらもぜひとも楽しみにしていただければなと思います、はい、ということで本日のこれね、はい、ここで本日のナナイズチョイスいかがでしたかって、もうすごいですよね、悪意僕がこれを選んで皆さんに提供したってことなんですよ。あの、その発想を持ってるやつが一番悪意が高いと私はですね考察するんですが、まあそういう取り方もできる、まあ、七井さんならではの切り口で、切っていただいたネモ板山の組み合わせということで、よろしくないかもしれないですねはい、というわけで本日のナナイズチョイスは以上となります。ありがとうございます、まあ、テロップもできたからね、はい、はい、さあそれでは本日戦う4チームをナナイさんから注目のカード組み合わせを踏まえてご紹介していただきましょう。はい、じゃあそれでは、はい、ここからは真面目な今日の予想でございます。はい、はい、じゃあマッチ版ですね、シノビズムゲーミング VS、うん、V6 プラスファブゲーミングのマッチになるんですが、はい、そうですね、 V6 プラスファブゲーミング側としてはポイントとなるのがトリメシ選手のダルシム、うんうん、こちらがシノビズムゲーミングに所属している桃内選手、藤村選手、山口選手、このルーク、うん、コーディに対して非常に相性がいい、うん、出るとすれば、まあ、ジョニー選手の G になるんですが、はいはいはい、こちらが直近の成績でトリメシ選手が勝利している、うん、なのでおそらくダルシムというところの勝率が高いと見て、うん、対象に置いてくるのではないかなと。確かに見られます。そして残りの組み合わせとしては、うん、まあ、安定で言えば時戸選手のルーク、うん、そしてボンチャン選手のルークっていうのがあるんですが、うん、直近のなんでしょうね、パフォーマンスの良さというところでこの佐保選手っていうのがポイントになってますよね、うん、まあ、前回も出てきた時は大勝でね、はい、ネモユリアンを圧倒したんで、そうなんですよ、まあ、今かなりこう強そうな
感はありますね、サコメナと。そうですね、うん、まあ、しかし時戸選手が出るのはほぼ間違いないのかなと、うん、というのもユリアンがいることによって、まあ、コーディに対しても、うん、まあ、受けることができると。なるほど。で対するモーツ選手自体もかなり、まあ、コーディ、ユリアンの練習っていうのを、うん、まあ、前日かなり積まれていたというのもあって、うん、ここもこういう組み合わせになるのかなと。なるほど。もう一人がどちらになるかですよね。うん、藤村選手がどうやらメナトの練習をしているようで、担当はおそらくメナトの担当は藤村選手になるんですが、まあ、ボンチャン選手が出てくるか、サコ選手が出てくるかというのが、まあ、直近の注目ポイントになるのかなと。なんかこれまでも忍びは結構ね、人に合わせてこう誰が誰担当みたいな ね、感じの割り振りもしてるかなという、まあ、担当で言うのであれば、まあ、こういう担当になるのではないかなと、うん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 、あと一つ面白いのが時戸選手が、はいはい、あの練習でバイソンなんかを見せていて、それね見ました、水波選手のコーディとバイソンでスパをしてたんですよ。桃地雄介曰く、はい見せバイソンって言いました。はい、そうなんです、はい、そういうのもね、やっぱあるっぽい見せピックっていうのもやっぱあるんで、はい、全ては信用できないんですけど、そうなると桃地選手もアキラなんかを見せピックしてて、はい、もう何が何だか分からんと、何が何だか分からんと、はい、まあ、大まかにはこういった組み合わせになるのかなという予想がされます。ありがとうございます、はいはい、じゃあ続いてのマッチいきましょうか。はい、では、マッチ2ですね、はい、先ほど煽らせていただきましたが、はい、最初に関する熊本 VS コミファデトネーションの組み合わせですね、うんうん、まあ、ポイントとしてはやはりコミファデトネーションのアウェー側というところで、ウリョ選手を出しづらい、ウリョ選手を出してしまった場合、うん、おそらく高い確率で YHC 持ち選手のダルシムが当てられてしまう、うん、そうなると相性的に苦しいものがあるので、なんかでもウリョ君の履歴見たら、はい、トリメスさんに結構勝ってたんですよね、無理やり、うん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 、ところ俺出んのかみたいな、スパーではかなりやっているという話なんですが、うん、まあ、固くいくなら、なんか我々が手持ちで持っている情報でいくのであれば少し出しづらいかなと、うん、なるほど。そうなると残るは、うん、まあ、竹内ジョン選手のコーディ、そしてナウマン選手、リューク、板橋奈美選手の G と、まあ、アウェーだとねこのキャラ構成強いですよね、はい、そうなるんですが、まあ、おそらく当て方としては持ち選手のダルシムを、うん、ナウマン選手のリュークに当てに行く、ほう、そして、樋口選手のガイルを、うん、板澤選手の G に当てに行く、うん、そしてシュート選手のユリアン、ここも、はい、あの桃地選手のスパー相手っていうのがシュート選手のユリアンで、はいはいはい、まあ、かなりコーディー戦を意識しているのに加えて、うん、ワールドウォリアー2、うん、竹内ジョン選手をウィナーズサイドで2回倒しての優勝を果たしているのがこのシュート選手というところもあって、おそらくここを当てに行くのかなと、うん、直近の成績からすると、はい、いうところですね。で対象戦誰を任せるのかというと、キャラクターの相性で考えるのであれば、うん、一番なんでしょう、そのマッチ的に、うん、まあ、五分に近いやり合えるだろうと予想されるのが、うん、まあ、この竹内涼選手とシュート選手の組み合わせになるので、この2人がおそらく対象戦になるのかなという予想をしています。なるほど。楽しみなのはウリョローズ、この前も出ましたからね、めちゃめちゃキレッキレでしたからね、パフォーマンスはめちゃくちゃ良かった、はい、なのでそこにも期待ですが、固くいくならこういう予想になるかなと、うん、なるほど。まあセオリーでいくとこうその中でどういう風に、ね、変化つけてくるかという感じで皆さんも予想してみてください、ね、はい、はい、ありがとうございます。さあということでですね、こちら前節のハイライトや注目の試合は YouTube の、カプコンファイターズ JP をぜひご覧ください。はい、ということで、現在の順位表を見ていきましょう。お願いします。はい、さあ第5節終わった時点での、順位このようになってますね。うん、うん、まあグッパチが、独走している中で、はい、はい、駆け上がってきているシノビズムゲーミングが一つポイントになりそうですよね。そうですね。そして6位7位の対決が今日あるということで、ここでもどうなるかというところは注目でしょう、うん、さあそして、推移表の方を確認していきましょう。こんな感じです、はい、上は安定している中で忍びが3位に、ね、そうですね、入ってきていると。右肩上がりですよね、うん、なので忍びつもはどんどん、ね、調子を上げてきている印象は強いです、うんうん、さあその中でどうなりますか本日。さあということで、ストリートファイターリーグプロ JP2022 はこのようなスケジュールでお届けしてまいります。はい、はい、金曜日と火曜日はストリートファイターリーグの日と覚えていただければ幸いです。はい、さあそれではこの後いよいよストリートファイターリーグプロ JP2022 第6節 Day1 マッチ1、
忍びズムゲーミング対 Vlog プラスファブゲーミングとマッチ2最春カンソール熊本対コミファデトネーション以上の2試合の模様をお届けしてまいります。皆さん最後までご覧ください。それでは準備のため一旦失礼いたします。